トップフミーネとは、ドイツ製の円形非金属製対戦車地雷のシリーズを指す。これらは、第二次世界大戦中の1944年から、ドイツ陸軍が戦闘に投入していた。これらの地雷は、圧縮したウッドパルプ、ダンボール、そしてタールでできた玉体を利用している。さらにガラス製のネジとコンポーネントも使い、連合軍の地雷探知機で探知されないよう。 設計していた。これらの地雷の金属製部品は新艦のみであることが多かった。友軍にはこれらの地雷を発見できるようにするため、玉からだがターンサンドと呼ばれる黒と薄茶色の物質で塗られていた。連合軍側の地雷探知機がこれらの地雷を探知することはできなかったが、ドイツ軍側の地雷探知機はターンザントで印がついていればこれらの地雷を見つけ出す。 ことができるということを連合軍は発見した。ターンザントの秘密は戦争が終わってこれが軽度の放射性物質であることがわかるまで維持された。またドイツ側の地雷探知機は簡素なガイガーカウンターを組み込んでいた。トップフミーネーはドーム形状の玉体を持ち、やや隆起して天面はフラットな円形化が圧板が地雷長部にあり、これが先段口によって囲まれている。 通常、玉体は、ウッドパルプと防水のため段ボールにタールを混ぜたもので、作られていた。ただし、時折この玉体は、歴生炭のクズからも作られている。SF1 新刊は、地雷の下側に挿入されており、地雷の底部を密閉する、大きなガラス線の内部に置かれていた。第二の新刊庫がこの線の底面に作られており、処理防止装置を設けている。s f 一新刊は、 ガラスや木材で作られ、雷管と電爆薬が収められた。肝圧板の作動重量はおよそ1 5 0ラムで、ある。重量がかかるとプレートは、地雷の玉体を切断し、肝圧進管のガラス頂部を壊す。ガラス頂部は押し下げられ、2個の化学薬品の入ったガラス製容器を砕き、一緒に反応して、フラッシュを引き起こす。そこで、雷管、電爆薬、 そして最後に TNT の主作薬が添加される。2種類の地雷が生産されている。2-A4531 と命名された完全防水型と通常型の 2-A4531 である。トップフミーネーの構造図。トップフミーネーは大部分 A バージョンに類似する。主な相違点は隆起した、感圧板がなく滑らかな玉体になっている。 このバージョンの地雷は、玉体の内部上面に、先端口が切られて、感圧板の代わりになっているが、これにより水が、感圧板に沿って地雷に入り込み、地雷を不活性化するのを防いでいる。トップフミーネシーでは、八角形状の筒の中央上部に、ガラス精神管をつけ、全体を平たくしたものへと設計を変更している。このデザインでは、非常に玉体の壁が薄く、 地雷同士を2メートル以内の近さに埋設すれば、誘爆を起こすことができた。ありがとうございます。